実家でバラージャは南インドのカルナウタカ地方、マイソール王国の君主。その地勢、マイソール王国はムガル帝国に侵入し、王国の領土は拡大され、バンガロールを報道として与えられた。また、王国を台頭していたマラーターの脅威から守り抜いたことから、マイソール王国の最も偉大な王とされる。1673年2月11日、マイソール王。 ドッタデイバラージャが死亡し、おいである、チッカデイバラージャが王となった。さて、それまで、マイゾール王国は、在地の連合政権の性格を見せていたが、チッカデイバラージャは、王国の中央集権化を行った。これにより、王国はようやく威信を取り戻し、軍を増強して、各地を征服した。だが、同時に、デカンで、 マラーター王国が台頭すると、その君主、サンバージーと対立するようになった。チッカデーバ・ラージャはこれに対抗したが、1682年には、サンバージーはカルナータカ地方に侵攻してきた。これ以降、マラーター勢力が本格的に侵入してくるようになると、チッカデーバ・ラージャは当時で感染争でサンバージーと戦っていたムガル帝国の皇帝アウラングゼーブに忠誠を誓った。 その後、マイソール王国は、積極的に帝国軍に協力したため、1687年に帝国が、タンジャーブール・マラーター王国からバンガロールを奪った際、同地をードとして与えられた。だが、同年7月10日に地下デーバ・ラージャは、タンジャーブール・マラーター王国に対し、この、バンガロールの領土の対価として30万ルピーを支払い、同地を購入する形を取った。 1689年、マイソウル軍は、マラーター軍に味方するマドライナーヤカーサと、その摂政であるマンガンマールに攻撃をかけ、その首都ティルチラーパリを包囲した。1700年、アウラングゼーブは、チッカデーバ・ラージャの功績から、ラージャ・ジャガデーブの称号とカルナータカの支配者としての、地位を認めた。また、ラージャ・ジャガデーブの紋章とフィランギーも賜った。 1704年11月16日、その島でに、マイソール王国の領土は広域なものとなり、後18世紀後半に、ハイダル・アリーとティプー・スル・タンによって、さらに広大な領土が確保された。マイスーア・ア・サン、カラシマ、世界歴史体系南アジア資産、南インド、P171 ハット・マイスー・ア・サン、インペリアル・ギャザティア・オブ・インディア、プロビンシャルシリーズ、20から21。 インペリアルギャザティアオブインディアプロビンシャルシリーズ P20 から21枚数は3スブロマニーアム P213 枚数は3ありがとうございます